オンライン英会話活用できていますか？ Hey guys! I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識レビューしている勉強マニアの Nanase です。今日は英語勉強法動画です。私自身中学生の時から合わせると英語は10年以上勉強してきています。特に社会人になってからは自分でどう英語を勉強していくかを考えてやってきました。たくさんの英語の本も買ったし、オンライン英会話も10社以上試しました。勉強法自体そもそも知らなかったので、第二言語習得論とか TOEIC 高得点者の勉強法とかのリサーチもしました。今振り返るともちろん多くの無駄もありました。もっとこうしていたら効率よく学べたのにと、それが見えるのは走り切った後だったんですけれども、今私ができるのはそんな風になる前の皆さんに効率よく学べる勉強法を伝授することです。特にオンライン英会話って山ほどあるし、英語が話せるようになるためにはうってつけのチャンスです。日本にいながらにして好きな時に英語で話ができるので当たり前ですよね。そんな使いやすさに気づいてオンライン英会話をやる方は多いと思います。しかし本当にオンライン英会話をやって全員伸びていますか？毎日頑張ってテキストも進んでいる。でも1年経っても去年と同じ英語力だと思いませんか？私も正直オンライン英会話を3年以上はやってきているので、そういう気持ちになったり、実際に英語力が伸びていないっていう時期もありました。そしてそれはオンライン英会話が悪いのではなく、自分の活用法に問題があったんですね。そこで今日は今オンライン英会話を使っている方には、今の使い方が最も効率的なのかチェックできるようになる。そしてこれからオンライン英会話やろうかなって迷っている方は、もう今後ですね、迷いなくオンライン英会話ができるように動画にしていっています。今回はあのレアジョブ英会話さんにご提供いただいたので、実際にオンライン英会話を使って私が勉強しているところもお見せしていきます。もちろんレアジョブ英会話でなくても、今お使いのオンライン英会話とかその他のものでもいいと思いますが、実はレアジョブ英会話さん去年の10月にリニューアルされて新機能とかもついて使いやすかったので、皆さんもまずは無料でお試しをしてみるのがおすすめです。まあ、その際ですね、今回ご提供いただいたレアジョブ英会話さんにお願いして、通常よりもこの動画の視聴者はお得にできるように、特別に無料体験倍の4回受けれるようにしていただいております。最後にそちらについてもお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってください。では本日のメニューです。まず、なぜいつまでも話せないのか、そしてそれを解決するためのオンライン英会話を使った学習法としてポイントを3つに絞ってお伝えしていきます。そしてその後に実際に私がレアジョブ英会話を使って学習している様子をご紹介いたします。そして最後にですね、皆さんが今すぐ無料でできるお試しのやり方についてご紹介していこうと思います。では早速なんですけれども、なぜ英語が話せないのか、それは皆さんの学習が受動的、つまりインプット重視になっている可能性があります。例えば次のようなケース、オンライン英会話で教材を淡々と進めて終わっている、先生の発言の量の方が多い、週に 1,2 回しか英語をやっていない、読む聞くが多く英語を口に出す作業が圧倒的に少ない、シャドーイングや音読を取り入れてない、一度やったらそれっきりになっている、特にこの最後のね、一度やっただけという場合、次の日には人間7割忘れるので、もうほぼね意味がなくなってしまいます。新しい単語や言い方を覚えても、その場限りだといつまで経っても実践で使えるようにはなりません。このような状況だと英語力のキープはできても上昇は見込めないんですよね。なので今回それを解決するための学習方法の一つ目として、必ず予習や復習などで何度か見直すこと、これが必須になってきます。もちろんレッスン内で何度も繰り返して予習も復習も兼ねてやっているっていうオンライン英会話もあるんですけど、そうでない場合は自分でやることが大切です。そして2つ目のポイントが、英語を声に出して自分の頭で考えて発信していくことで、日本人が苦手なアウトプットを増やしていかないといけません。中学高校と6年近くも英語を勉強していて、ほとんどの日本人がそれだけだと英語が話せない理由っていうのがこれだと私は思います。車の運転と同じです。いくらね、どこをどうやれば動くと勉強しても、実際に運転してみないとあまり練習になりません。しかもこれなんですけど、実際に先生と話をするだけではなく、実はシャドーイングとか音読もこのアウトプットの練習になるんですね。シャドーイングは私は TOEIC の勉強をしている時にやり始めたんですが、実際に正しいシャドーイングのやり方でやると英語脳にもなるし、海外に行った時に明らかにスラスラ話せるようになっていて、びっくりしたことがありました。発音もみるみる伸びて、シャドーイングもちゃんと2段階に分けてやる必要があります。この辺また後ほど、やりながら説明していこうかなと思います。そして3つ目が、自分の今のレベルを知るということです。ちゃんと今はここでこの位置を目指すと、それ言えますか？英語って、ね、言語なんで抽象的なんです。例えば話せるようになると言っても、自分の得意分野や自己紹介ならペラペラ言える、でも他のジャンルだと話せないとか、話しても実は文法がめちゃくちゃだとか、聞き取りはTOEIC900レベル
ベルあるのに会話が全然ダメだとか、そういうことが起きてくるんで難しいんですよね。これをクリアするには実力がわかるテストを受けたり、先生からのフィードバックが大切です。勉強術系の本もたくさん読んだんですけど、フィードバックの大切さは多くの本で言われていました。そしてこれらの3つを上手に取り入れる工夫がレアジョブ英会話にはされていたので、まあ、今回そのリニューアルされたね、新しいレアジョブ英会話さんの画面とともに解説していこうと思います。ちなみに私はもちろん数年前にもね、レアジョブ英会話のお試し受けて動画にしてたんですけど、当時は最初にね自分のレベルチェックをして、その後先生と毎日オンライン英会話をやるっていうようなテキストを使って進めていくようなよくある英会話のイメージでした。今回新しくなったレアジョブ英会話の魅力を知って、以前と全然違うなというふうに正直びっくりしたんですよ。まず順番ちょっと前後するんですけど、3番目にお伝えしたポイント、自分のレベルを知る、これなんですけど、まず一番最初にやってほしいんですね。もちろんトイックや英検のテストでもいいと思います。でもレアジョブ英会話だと月に一度とかね、コースによって定期的にスピーキングテストがコース内の料金でできるようになっています。約20分間で現状のスピーキング力を把握できるテストが受けれます。でしかもこれ自宅で一人でね、オンラインでやっていく形なんですよ。なのでトイックほど緊張しないし、気軽に受けれます。英語で話すテストもあるので、静かなところでぜひやってください。一体どういったテストなのかというと、セファールっていう国際基準の英語力のレベルとか、レアジョブでのレベルっていうのも知れます。私もやってみました。まあ、実はね、ここ1年半ぐらい中国語とか韓国語の勉強をしていて、英語に一切触れてなかったんですよ。まあ、海外ドラマ見るぐらいだったんですよね。恐ろしい結果が待っているんじゃないかと、かなり下がってるんじゃないかなっていうふうに思ったら、まあ、ぶっちゃけ良くはないんですけど、以前とあまり変わってなかったです。まあ、TOEIC のねスコアは900以上あっても、会話はやっぱりね苦手ですね。こんな感じであらゆるジャンルのレベルが知れます。またレベルアップのアドバイスや、こういう練習をしましょうなども出てきて、とっても参考になります。結果を見て残念な気持ちになることの方が多いんですけど、まあ、現実的な数値として受け止めて、冷静に日々の学習に生かしていくのが大事かなと思います。またここからどれだけ伸びていくのか、次のレベルにいつまでにたどり着くのが目標なのか、モチベーションや指標にもなります。そこでもしへこんだり悩んだりしたら、学習の悩み解消のための日本人講師っていうのが、いるので、まあ日本人講師に学習相談とかレッスンとかしてもらうのもいいと思います。外国人の先生には話しにくいこととか、自分の一歩先を行く講師にアドバイスをもらうことでモチベーションも維持できると思います。そして次にやっていただくのが、先ほどのポイントにあった予習です。通常はテキスト先に見て問題解いたり、知らない単語調べておくとかがね予習かなと思うんですけれども、レアジョブ英会話では今回ソロトレっていう機能があったので、それを使っていきます。アプリからできるようになってるんですが、簡単に言うとシャドーイングや音読ができます。さっき言ってたやつですね。見てもらった方が早いのでご覧ください。はい、ではこちらがですね、ソロトレができる、レアジョブのアプリなんですけれども、こちらを使って画面を共有しながらお見せしていきます。まずアプリを開きますと、真ん中にソロトレというのが出てきていますので、そちらをクリックします。そうするともうちょっと一つねやってあるんですけれども、まあ、一番上を選んでやっていきましょう。まあ、そうするとこちらにですね、実用英会話レベル4の人間関係について話すことができるというのが出てきます。で、私は実際に先生とのレッスンでですね、この実用英会話レベル4っていうのを受けようと思いますので、そちらの内容を先に予習をしておりました。もうちょっと実際にやっちゃったんですけど、どんな感じかお見せしていきます。まずこのような画面で最初に音声が聞けます。何も出てない状況で音声が聞けるんですね。一回聞いてみましょう。皆さんも聞き取れるかチェックしてみてください。 You'll love it here in Milan Haru. I promise. Here's one of our neighbors. Hey, Paolo, come here. We have a new neighbor. Paolo, this is Haru. She's the new girl in apartment 3. She just moved in 5. はい、でちょっと今、英文が流れている途中ではあるんですけれども、こちらですね、こういう感じで英文を表示させることもできるし、日本語訳を表示させることもできます。なので、この日本語訳をざっと読んでから聞いたりとか、あとは英語のスクリプトを読んで意味を想像して確認したりとかもできます。で、まあ、上級者の方はね、本当に音声のみ聞いて、実際に一言、全部何を言ってるのか、単語レベルまでね、把握ができるといいかなと思います。で一応ですね、ゆっくり再生することとかもできるんですけど、私は早く聞くのが好きで、まだできるレベルなのでそのまま行こうと思います。で次にですね、音声を聞いてセンテンスの内容を理解しましょうということで、 Hey Paolo, come here. We have a new neighbor. はい、このワンセンテンスですね、 Hey Paolo, come here. We have a new neighbor っていう、こちらの部分だけのリスニングができます。でここでワンポイントとかがあるので、これが面白いですね。 Have っていうのは持っているですが、いろいろな状況で使えますよと、近くに新しい
引っ越ししてきた人がいるよ、近所の人がいるよっていうような形で have をこの文章では使っているということですよね。で、次行くとここからがね重要なポイントになってきます。これこのアプリとかソロトレがない人とかは自分でぜひ、ね、やってほしいんですけど、音声に続いて英文を音読するリピーティングに入っていきます。ちょっと一回やってみましょう。でこれ実はですね録音することもできますので一回録音してみます。 Hey Paolo, come here. We have a new neighbor. Hey Paolo, come here. We have a new neighbor.はい、でこんな感じで、リピーティングっていうのは音声言った後に続いて言うというやつですね。で自分の音声を聞くこともできます。 Hey Paolo, come here. We have a new neighbor. はい、で、次の文章をいくと、これは次はオーバーラッピングがあります。オーバーラッピングっていうのは同時に音読していきます。 Hey Paolo, come here. We have a new neighbor. こんな感じですね。 Paolo, come hereWe have a new neighbor. ここであれって聞こえてる音と自分の声の発音がちょっと違うなってなったら、そこの発音を矯正していくことが自分でもできるので非常にこれおすすめです。私実はこれね、まあ、オーバーラッピングとかそういうのは全然昔から本当に中学高校ぐらいの時からねやってる方法なんですけど、これで結構発音がこう治っていくのを実感できました。次が、シャドーイングです。これは文章を追いかけるように英語で話してみるということです。Hey Paolo, hey Paolo, come here. Come here. We have a new neighbor. We have a new neighbor. はい、でこういう感じで追いかけて言うんですね。でこれ短いから多分簡単だと思うんですけど、大事なのはちゃんとこう言えたっていう段階、それが1段階目でシャドーイングがあるんですけど、次の2段階目のシャドーイングのやり方として、ちゃんと意味とかイメージをしながらシャドーイングをするんですよ。なので、ちょっともう一回聞きますよ。Hey Paolo, hey Paolo, come here. Come here. We have a new neighbor. これで今 Hey Paolo って言った時に、ちゃんと Hey Paolo って自分が言ってるような気持ちで Come here って言った時に、こっちに来てってちゃんとイメージして Come here って言えてるのか、それともただ単に上手に読むことだけ意識して意味考えずに Come here って言ってるのかで全然違うんですよ。なのでちゃんと自分がイメージして意味も考えながら Come here We have a new neighbor 新しいネイバーがいるよっていうのを思いながら言う、思いながらシャドーイングできる、そこのレベルになるまでシャドーイングは繰り返してやってみてくださいということで、これがワンセットで次のセンテンスに行くよっていうような感じで進んでいきます。はい、という感じでですね、まあ、予習ができるんですけど、予習の大きな内容としては主にこのリピーティングとかオーバーラッピング、そしてシャドーイングの内容になってきます。で先にね文章が聞けるのもすごく大きなポイントだし、ワンポイントっていうのもね結構いいこと言ってるので、ぜひ確認してみてください。ということで非常にやりやすい予習のやり方ではないでしょうか。このソロトレはレッスンの教材ともリンクしているところだったので、同じテーマのものを選ぶと予習になりおすすめです。ここまでやるとレッスン中に聞いたことあるフレーズだっていう風に気がついたり、自分の口から出てきたりすることがあります。実際に私この教材のレッスンも受けさせていただいたのでご覧ください。 Hello, can you hear me? Hello, yes, I can hear you. Okay, good afternoon there in Japan. My name is Naomi and I'll be your tutor for today. Okay? Good afternoon, okay. My name is Naomi, I am 28 years old and I like singing. That's it, how about you?Okay, my name is Arisa. I'm 34 years old. I live in Nagoya in Japan. My hobby is watching TV shows, especially Netflix these days. So nice to see you. There are lots of places to visit. And I love Korean food, so I ate a lot of Korean food. What are you going to use for today's lesson? Let me see.Yeah, I'd like to use this textbook. Introductions are a great way to start a conversation and enlarge your social circle. So let me ask you a question. Mm-hmm. When was the last time you introduced two people to each other? Maybe it was a few months ago. I mean, last year. That's it. Thank you so much. Mm-hmm. And is everything clear? Yes. Okay, so that's it.Now let's go to the next part. Practice reading the word very. Very. Never. Never. Yes. She moved in 2 weeks ago. Okay. Okay. She moved in. Okay. Yes. Okay. Another question. Mm-hmm. Do you usually talk to your new neighbors? You, Arisa-san? Not so much. Like, I live in an apartment, but... Mm-hmm. Usually in Japan, we don't know neighbors.
so much. Mm-hmm. Okay, why? Were you, is it because are you busy? I think it's just like a Japanese culture, especially these days in city, we don't talk neighbors each other so much. They have their own private, we think. How about Philippines? Maybe. In the Philippines, actually, it's very common for people to talk to their neighbors. Oh, that's nice. They're, yeah, very, because Filipinos are known for being hospitable. So very welcoming. Oh, that's nice. Maybe you're just a bit shy of talking to new people or busy because of work. I think it's just our culture. Like when I was in the US, in Los Angeles, it's used to talk neighbors each other. But what if you need help? You really need help. How can you ask for help with your neighbors? I just usually, like, when I need help, I usually ask to my friends or my parents. But not neighbors. And Milano is Milan. So is the trivia clear, Arisa-san? Yes. Okay, so let me ask you a question. Which do you like better, the Japanese names for Italian cities or the English names for them? I went on a trip last summer. So no score yet because we didn't reach challenge part. Just these 3 points, okay? Okay. So for range, you're able to use a wide variety of vocabulary. You didn't ask any questions about the meaning of the words, so that's great. You as well. Have a great day and take care. Thank you. See you next time. Bye. という感じでですね、もう久々の英会話レッスンで私も緊張したんですけど、いかがでしたでしょうか。これなんとワンレッスン173円から始められるので、改めてめちゃくちゃお得だなっていうふうに思いました。というのも、私韓国語勉強しているときに韓国語のオンラインレッスンも受けたいなと思っていくつか受けたんですけど、やっぱり個人でレッスンやるともう桁が違うんですよね。英語はそれぐらい学ぶハードルっていうのが低いなっていう風につくづく感じます。あと教材も先ほどのテストと同様で、国際基準セファールに基づいた成果につながる教材なので、私は発音から会話からリスニングまで様々な技能がこの教材で身につくからいいなっていう風に感じました。講師たちもですね、ちゃんと研修を受けた6000人の指導上手な講師という、歌い文句だけあって、発音も私が聞いた限りすごく綺麗だなと思ったし、言いたいことを、ちゃんと理解してくれるので、間違っててもいいから話してみようと、ちょっとこれ言ってみようかなっていう風に初回からそんな気分になって結構喋っちゃいました。そしてポイントにあった復習にもなってくるんですけど、これレッスンの自動録音機能っていうのがあるので、後からレッスン確認できます。結構レッスン中に学んだことをノートに取りながらとかやるとレッスンに集中できないし、とはいえね、後からこれを今言われたこと忘れたくないしっていうのあると思うんですよ。だからこういう風に録音できると後からね、見返して安心してレッスンに 100% 集中できるんじゃないかなと思います。そんな風に予習、実践、復習のサイクルが作りやすいシステムになっていて楽だなっていうのが私の第一印象でした。オンライン英会話はもう本当に10年ぐらい前からやってきてるんですけど、昔と比べて本当にパワーアップしていますよね。もう勉強というより新しい体験ができたっていうような感じです。特にシャドーイングができるアプリってめちゃくちゃいいなと思いました。もう韓国語でもね、そういうの探してやってるんですよ。実はそれぐらい語学の勉強に取り入れないと損している勉強法がこのシャドーイングなんですよね。昔の私が知ったらびっくりするぐらいこれまとまっていて、多分レアジョブ英会話って前に試したことあるっていう方多いと思うんですけど、今の姿にびっくりしたのではないでしょうか。レベルが上がるとますます楽しくなっていくと思います。累計会員数100万人以上、5000万回以上のレッスンを提供していて、国内最大級のオンライン英会話サービスなんだそうですね。私もオンライン英会話っていうと、もうレアジョブ英会話を思い浮かべたぐらい結構有名どころだと思うんですけど、どんどんパワーアップしてちゃんと今の時代に見合ったものになってるっていうのは本当にね、英語勉強者としても嬉しいなと思います。企業研修への導入者数3400社以上、教育機関への導入数も300校以上と、企業とか学校にも選ばれているので実績的にも申し分ないと思います。そしてね、今のこの話聞いてちょっと試してみたいなと思っていただいた方、無料だったらやってみようかなと今思った方、ぜひやってみてください。オンライン英会話は人によっても
合う合わないあると思うので、もう無料でどんどん試してみないと損です。私ももう何十冊と試してますからね。そしてやってみてしっくりきたら続ければいいんです。何もリスクがないので、モチベーションが高まっている今のうちにぜひチェックしてみてください。冒頭でお話ししたように、普通にリアージュ英会話登録すると無料のお試しレッスン2回受けれるんですけど、今回私のこの動画からは特別に4回分できるようにしていただきました。わがまま言ってね、まあ、1レッスン25分なので、まあ、約2時間近いレッスンが今すぐ無料でできちゃうのでとってもお得です。お試ししてみてこれならできそうだと思った方はそのままね続けていただければいいと思います。ということで、まずは何もリスクがない無料体験で皆さんもねこの新しい英語勉強を体験してみてください。詳しくは概要欄の URL から見ていただければと思います。いつねこのキャンペーン終わるかまだ未定なので、ぜひお早めにお得に始めてください。ということで、いかがでしたでしょうか。私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本なども紹介していってますので、ぜひ今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。では皆さんのオンライン英会話勉強の参考になりますように。 See you! よかったら概要欄から私が作った Udemy の講座などもチェックしてみてください。